はい、ということで皆さんこんにちは、パクセレンでございますけれども、本日は JR 西日本最大の大ターミナル駅 JR 大阪駅に来ています。ちょうど大阪駅一番乗り場には関西空港和歌山駅の関空機種次快速がやってきましたが、今回はこの大阪駅から、動画のタイトルにもあります通り、日本で一番高いところにある地下鉄駅を皆さんにご紹介していきたいと思います。日本には北は札幌から南は福岡まで様々なところで地下鉄が運行されているわけなんですが、その日本の地下鉄の駅の中で一番高いところにある駅というわけですから、今から期待が高まります。早速関空機種次快速に乗ってその駅まで向かってみたいと思います。これからね、ちょうどフェリーサンフラワーのサンフラワー紅という船が初々航海を迎えますので、もうその動画はすでに投稿して多くの方にご覧いただいていると思うんですが、まあ、ともかくそのサンフラワー紅に乗る前に、じゃあ一応大阪の面白い駅行っとくかということでこの動画撮ってるわけですね。まあ、そもそも今回行く駅自体、そのサンフラワー紅に乗るためには通らなきゃいけない駅なので、まあ、それでじゃあついでに撮るかということで撮っているんですが、本日もよろしくお願いいたします。でさあ、大阪からだいたい10分はかからないぐらいですかね、やってきました。ここが今回皆さんにご紹介します駅です。扉を閉めて関空機種次快速が出発。この関空機種次快速で使われている車両223系225系は新快速などで使われている車両と違いまして、車内の転換クロスシートが2列プラス1列の配列になっています。通路が広く、また大型の荷物を置きやすくなっているので、空港方面のアクセス輸送には結構使いやすくなっているんですよね。今回来ております駅がこちらです、弁天町。昔はね、この弁天町駅の方もウッキウキで歩いていたのを思い出します。近くにここ交通科学博物館というのがあったんですよね。現在では京都鉄道博物館に変わりました。そしてここから伸びておりますのが地下鉄中央線です。中央線というと首都圏の方であれば、あの JR 中央線の方を思い浮かべるんじゃないかと思いますが、実は大阪にも中央線という路線は存在しています。東京の中央線は、あれはね、山梨県や長野県を通って、そして名古屋まで続いている路線ですが、それとは全然関係なく、この大阪にもこういう風に中央線というのが存在しているわけです。地下鉄の駅というわけですから、当然この地下にあるはずというわけで、早速この改札を出て、そして地上に降り、地下鉄の入り口を探します。さあ、地上の方まで降りてきましたが、しかしどこを見ても地下鉄中央線なんていう案内はどこにもありません。この辺りまで来ればね、地下鉄の入り口がどっかで口を開けていてもおかしくはないわけなんですが、上の方には高速道路がたくさん通っています。折り重なるように高架橋があるわけなんですが、まさかこんなところを地下鉄が通るはずは。なんとそのまさかですよ。こんな新幹線が通るレベルの超高い高架橋の上を平気で地下鉄電車が走っていきます。すごいね。ゆっくりとこの高架橋の上に作られた弁天町駅に吸い込まれていきます。こんな高いところをね、地下鉄って意味知ってますか？辞書で引いてもらいたいんですけどね、これが大阪メトロ中央線の弁天町駅です。もうお願いだから大阪メトロには一回地下鉄という意味を勉強し直してきていただきたいんですけどね。この下を通っておりますこちらの道路が大阪港方面へ向かう道路になっています。新交通システムでも通らないような高架橋ですよ。これゆりかもめとかね、いろいろうちのチャンネルで今までご紹介してきましたけど、それをもう圧倒的に上回るような高架橋の上を平気でこういう風に地下鉄が走っていきます。こちらは多分長田とか生駒とかそっちの方かな、大阪府の東部、それから生駒山地を越えて奈良県の方面まで直通する電車になると思われます。そういう電車が走っていきました。すごいねこれ。もう初めて見た時はね、度肝を抜かれましたけど、この下にね、あの高速道路のサービスエリアで何時間も止まっているような大型トラックが2台ほどいますが、これもね結構でかいんですよ。しかしこれを上に3台積み上げても、この高架橋の高さには届かないんじゃないか、それぐらいの高さのところをこういう風に地下鉄が走っていくわけです。今までもね、こういう風に高架橋を走っていく地下鉄っていうのは、横浜のブルーラインとか、それから、東京の地下鉄東西線とかいろいろご紹介しましたけど、しかし JR の高架橋がねここにあるんですよ。これもまあ十分な高さあるわけですよね。しかしそれを圧倒的にこう上でまたいでいくわけですから、意味が分かりません。この大阪メトロ中央線弁天町駅の地面からの高さは 13.7m。 これは東京足立区にあります東京メトロ日比谷線の北千住駅と並んで同率1位ということになっています。あれもかなり地面から高いところ走ってるんですけど、実は東京と大阪で1位を分け合っているんですよね。でちなみにこれは地面からの高さが日本一位ということになっておりまして、これ標高はと言いますと、少し前までは仙台市地下鉄東西線の八木山動物公園駅が標高大体 122m とかで日本一だったんですが、2020年に新しく北新急行という鉄道会社が神戸市営地下鉄に組み込まれまして、現在では北新急行が名前を改めた神戸市営地下鉄北新線の谷上駅が標高確か200何十メートルとかだったから、もう地下鉄の駅の数字としてはありえない数字を叩き出してるわけなんですけれども、そこが日本で最も標高が高い地下鉄駅ということになっています。
また来ましてよ。こちらの緑色の帯の電車が、これが大阪メトロの車両です。さっき映っていた白い車体に黄色い帯の電車、あれはこの地下鉄中央線と直通運転をしている近鉄京阪線の車両です。近鉄線がこの地下鉄と直通運転をやっているんですよね。意外と知られておりません。近鉄ってね、なかなか大阪と名古屋の間とか奈良とか京都とかいろいろなところに路線を伸ばしまくっている鉄道会社というイメージが強く、地下鉄と直通運転をしているということはあまり知られていません。そしてまた新しめの電車がやってきました。こちらは4万系だったかな、すいません、ちょっと違ったかもしれないけど、この大阪メトロが新しく導入した新型車両、大阪万博の輸送を想定して製造された車両で、大阪万博が終了すると中央線から谷町線へ転属させることが予定されています。転属させること前提で作られた鉄道車両ってなかなかないと思いますけどね。あそこに弁天城駅の JR のホームがあるわけですが、あそこから一旦階段を降りて、また登って、さらに登って、それでようやくこの弁天城駅までたどり着けるわけですから、本当に不思議ですよね。でこの画面の中央に映っておりますのが弁天城駅、そこから一旦階段を降りて JR の改札を出場し、そこからもう一度階段を上って、そしてずっとこう画面の左の方へ向かって歩いていくわけです。この連絡通路の時点で1回さっき降り立った JR のホームと同じ高さのところへ来るわけですが、この高さのところに大阪メトロの改札口もあります。そしてここで改札口を通過して、階段やエスカレーター、エレベーターなどを通って、この中央線のホームへいよいよ向かうということになるわけですが、改札口を通過して上に上がってホームに向かうというのが、これがなかなか不思議ですよね。また中央線の新型の車両がやってきました。G-SHOCKみたいな形のね、角張った電車もありますが、こちらもこちらで今後中央線の万博輸送に大いに活躍する予定となっています。中央線は6両しか繋いでいなくて、輸送力がちょっと足りないんですよね。御堂筋線みたいに10両とか繋いでいればいいんですけど、ただ中央線はそこまでの輸送力はないので、こういう風に車両をとにかく増やせるだけ増やして、それで万博輸送に対応する姿勢を整えるそうです。弁天町駅の JR の方の入り口に戻ってきました。それではここからね、いよいよその地下鉄中央線の弁天町駅の方まで向かっていきたいと思うんですが、なんせこの高架橋の上を走っていくわけですからね、両脇を阪神高速にガチリ固められ、ガードは万全です。こんな上の方まで、じゃあ一体どれぐらいの段数の階段があるのか、実際に弁天町駅のホームまで歩いて、そして段数を数えていきたいと思います。もうこの時点でありますからね、1、2、3、4、まず5段、そしてここでですね、さらに階段を上って 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13段、そしてこの13段、合計18段上ったところに JR 大阪環状線のこの弁天城駅の改札がありますが、しかしですね、当然ですが、ここからさらにこの地下鉄中央線の改札口は上上がったところにあります。今ここですでに18段上っているわけですが、ここからさらに上がります。すごいですよ、この段数。今18段まで登ってきているわけですが、19からスタート、結構古昔い階段ですよね。19、20、21、22、23、24、もう何が何だか分からなくなってしまいました。こんな感じで大阪メトロの路線図もあるわけですが、今回はフェリーサンフラワーが出発するトレードセンター前というところまで向かいます。運賃は230円、初乗り運賃180円ということで安くはありませんが、しかし全国の高額地下鉄と呼ばれるような、まあ、京都とかで横浜の地下鉄と比べれば、まあだいぶ安いもんです。 IC カードをタッチして改札内へ。もうすでにこの時点で多分100段ぐらい登ってきているんじゃないかと思いますが、しかしこれでもまだまだ大阪メトロは許してはくれません。もう日本一足腰に厳しい地下鉄なんじゃないかなと思います。はい、こちらでございます。途中に踊り場を挟むレベルの長い階段、まあこれでもね、地下鉄の六本木駅とかと比べればだいぶ優しいものではありますけれども、しかしまだここから先も階段があるのかと、もう挫折しそうになります。心がくじけそうになります。もう地上から直通のエレベーター出してくれよ、思ってしまうレベルなんですけどね。日本一足腰を鍛えてくれる地下鉄駅がこの地下鉄弁天町駅なわけです。さあホームに上がってきました。ちょうど反対方面、学研なら富ヶ丘駅の電車が到着をしているところ、あ、すいません失礼しました。3万系ですね、4万系じゃなかったわ。美しく輝く銀の車体に金色の帯と、それから様々な色の丸が踊ります。なかなかポップな車両ですよね。なかなか地下鉄でこういう風な車両って見かけませんけど、しかしこれも大阪万博へ向けて製造された結構ねすごい車両だそうです。僕もまだこの車両1回しか乗ったことないんですけど、まあ、今度ね、機会があったらこの車両もうちのチャンネルで紹介できればと思っていますが、今ね、学研奈良富ヶ丘行きの電車が出発していったところですけど、まだこんな感じで向こうの方も高架橋になっているわけですね。周りが高いのに、ただでさえこの弁天町駅は高いところに線路が設置されているわけです。今ご覧に入れているのが、これが
御堂筋線と連絡する本町とかね、それから大阪環状線の内側の方、まあ長田とか、それから生駒の方を移しているわけなんですが、向こうの方も高架橋になってるんですよね。高架橋からさらに高いところへ上がって、そしてこの弁天町駅が設置されているということになるわけです。向こうの方も高架橋で、こちらの方も高架橋、両方を阪神高速に挟まれ、かなり威圧感があります。ここまで威圧的な地下鉄駅って他じゃなかなか見られないと思いますけどね。さあ、また反対方面から電車がやってきましたが、こちらに関してもこんな感じで高架橋を登ってくるわけです。向こうの奥の方も高架橋なんですよ。それでさらにこうやって上張って登ってくるわけですから、もう本当に意味がわかりません。やってきました。こちらの電車は生駒駅です。この白い車体に黄色とそれから青い指を巻いているのが、これが近鉄の7000系って言ったかな、地下鉄中央線に直通することを目的として製造された近鉄の車両です。この車両もまあまあ古くなってきてますからね、そろそろリニューアルとかしてもいい頃なんじゃないかと思いますが、そこは天下の近鉄ですから、なかなかそういうことはしないんじゃないかなと思います。この辺りの高架区間の中でも弁天町駅は特段高いところにありまして、まあそれは大阪環状線がこの真下で交差していますので、その大阪環状線の列車運行に支障を来さないためなんですが、そもそもね、大阪環状線をまたぐ云々の前に地下トンネルをこの辺りでも作ってね、そこに電車を通しておけばこんな駅は生まれないわけなんですよ。じゃあなぜこのような駅が誕生したのかと言いますとですね、これはこの辺りが建設された当時、実は大阪湾では台風による高潮被害というのが頻発していたんですね。そしてまたこの辺りは地盤が緩く、トンネルを掘ろうとすると、その建設工事に伴って地盤沈下が発生してしまうということで、それを防ぐためにこのようにかなり高いところに高架橋を作り、そしてその上を地下鉄を通すことによって高潮被害も地盤沈下も防ぐと、そういう目的が込められていたんだそうです。コスモスクエア駅の電車に乗って弁天町駅を出発。この先、日本でもかなり有名な水族館、海遊館などがある大阪港を通って、そしてコスモスクエアまで向かいます。コスモスクエアからは新交通システム、ポートラムというのが伸びておりまして、それで大阪港のその湾岸エリア、埋め立て地などを通ることになります。ということで、今回は日本一高いところにある地下鉄駅、大阪メトロ弁天町駅のご紹介でした。大阪環状線からね、すぐに乗り換えることができますので、皆さんもぜひ機会があったら使ってみてはいかがでしょうか。大阪港からね、フェリーでどこか九州方面などに向かうという場合にも、この弁天町駅が乗り換えの拠点になりますので、乗り換え等で使う際にはですね、ぜひこのホームの高さにも注目してみてください。それでは今回の動画はここまで。ご視聴くださいましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。